統語論。統語論、統語論、とは、人、人間の言語において文が構成される仕組み、またはそれを扱う言語学の一分野である。統寺論、構文論とも言う。統語論は、文法、音韻論、音の仕組み、形態論、語が構成される仕組みなどを含む、言語の構造を成り立たせている、諸原理の一部である。ただし、 特に統合論のことを指して文法ということもある。伝統的な考え方では文を構成する最も基本的な単位は語、単語であり、語一主義。文は複数の語を一定の手順で組み合わせていくことによって形成される。文を形成する上での語のまとまり奥、または構成素という。語句、語訳と語句の組み合わせ方には一定の規則性がある。 文を形成する上で、他のどの語句と組み合わせられるかによって、語句を分類したものが、統語範疇である。統語範疇のうち、語についての分類、語位範疇は、概ね品種に対応する。ただし、品種分類には、文形成の際に、他のどの語句と組み合わせられるかという統語論的基準だけで、なく、形態論的基準も用いられる。 呃句を構成する複数の語句のうち、その句の文法的性質を決める語を主要部と言い、それ以外の語句を従属部と言う。主要部と従属部の間には、様々な非対称的な関係が存在し、これを依存関係という。従属部のうち、主要部の要求する義務的な語句を補え部、随意的な語句を深部、就職語という。区、句、または構成素は、 文を構成する語句のまとまりである。文を形成する上では、まず複数の語が組み合わさって文を形成する単位となり、そうした単位同士がまた組み合わさって段階的に階層的構造ができていく構造依存性。こうした構造のことを構成素構造という。このまとまりが構成素を成すかどうかは様々な文法的基準によってテストされる。 文は、普通一つ以上の節、述語とその項からなるまとまりから構成される。節と節の連結、節連結は、依存関係によって、遠い接続、獣医接続などに分けられる。講義には、一つの文に、複数の術語が含まれる、構造全般を節連結という。このような構造には、複合同士、動詞連続、コントロール構文、繰り上げ構文などが含まれる。 文は述語を中心に形成される。述語はその項と組み合わさって不死を形成する。述語がいくつの、どのような意味役割の項と組み合わせられるかを表現したのが、述語の項構造、あるいは結合化である。どの意味役割の項が、どの文法関係として実現するか、項構造の実現のパターンは、能動体や受動体の区別、ボイスによって異なる。また、一つの術語が、 複数の実現パターンを持つこともある、高校体。この他に、述語の高校像を変える、様々な文法プロセスがある。節の中では、名詞句が、述語に対していくつかの異なる関係を持ち、これを文法関係という、主語、目的語、社格語が主な文法関係である。疑問詞疑問文、関係説、焦点下公文などでは、疑問詞を含む、 関係詞を含む、句、焦点化されている句が通常とは異なる位置に現れる場合がある。これらの間には様々な共通点が見られる。統合論はある要素と別の要素を結合させるが、その要素とは音と意味の結びついたものであり、そのような要素が収められている部門をレクシコン、あるいは辞書と呼ぶ。統合論とレクシコンの関係は議論の多い問題であり、 ここではそのいくつかを取り上げるにとどめる。基本的性質としてコンセンサスが得られているのは、統合論は音と意味を見ないということであり、見るのは統合範疇とそれに関連する統合的な蘇性だけである。問題になるのは統合論が対象とする要素の種類である。最も極端な立場は、統合論がレクシコンから取り出すのは語のみであるというものである。 この立場では、統合論に高速形式が紛れ込むことはありえない。このため、屈折語であれ、硬着語であれ、統合論が対象とするのは、高速形式が一切取り残されないような要素である。日本語で言えば、述部がいかに複雑であっても、分割された要素が、高速形式になってしまう場合、それは、統合論の扱う対象とはならず、形態論の対象であるとする。 ロシア語の研究の影響を受けた日本語研究者の中にこの立場を乱すことができだろう。重要と言える立場は、統合論で扱う動機がしっかりしていれば、高速形式であっても、統合論の対象となるというものである。例えば、ロマンス語の説語は、自由形式である、代名詞に対応したり、属格名詞に対応したりする。これらの一方を形態論で、 もう一方を統合論で扱うというやり方は一般性を欠く。ある環境で音韻論的な扱いを変えるということで済むならば一般性を保持する形でやるというのが望ましく、このような方法で統合論で扱われるという選択がなされる場合がある。もう一方の極端な立場はレクシコンは統合論への入力となるのではなく、 その逆に、統合論がレクシコムへの入力となるというものである。生成意味論はこの立場を鮮明に表明したものと、いえ、分散形態論もこの立場に近い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。